人下から電脳工業古墳有限工師は台湾に本社を置くパーソナルコンピュータ及び電子部品メーカー。1984年にコンピュータ周辺機器を生産する会社として創業したコンパルエレクトロニクス本社長らく中国チャンス商工山市に工場を構えている台湾と EMS 業界で呼ばれる中台分業体制の一翼を担ってきたが 2007年11月より、ベトナムゲアン商品の工場でも製造を始めた。レル、東芝、エーサーなど、世界中のメーカーから、パソコンの OEM、ODM 生産を受けており、その受注規模は、年々増えつつある。特に、ノートパソコンの市場規模は、同じく OEM、ODM 生産を行っている、クアンタコンピュータと世界のトップを争っている。また、東芝へは、 液晶テレビも供給しており、同社のテレビ生産量の9割が東芝によるものである。また、この取引が縁で2011年にはメキシコ、2014年にはポーランドに存在した東芝のテレビ製造拠点を買収している。スマートフォン含む携帯電話を OEMODM 生産する方から通信を子会社として持つ。同社の生産する携帯電話は、 その9割以上がモトローラへ供給される。ありがとうございます。